だけに安いです。というわけでね、今日ちょっとね、珍しいものをまた紹介しようかなと思います。福山に来てんですけど、ですね、まあ、茨城から20分ぐらいの距離にあるんですけど、ここからエブリの業務用スーパーエブリの本部がね、福山市にあるということで、ちょっとね、やってきたわけなんですけども、この本部に珍しいのがあるのでご紹介しようかなと思います。到着しました。真夜中の自販機シリーズ、はい、やってきました。ちょっとね、真っ暗なんでね、難しいですけど、エブリの本部にこういうのがあります。しかも値段がめちゃめちゃ安い。石焼きビビンバ、なんか美味しそうなネタがね、いっぱいありますね。こちらの商品は全て冷凍食品ですと。ご家庭での調理が必要になりますと。なるほど、いいですね。アナゴだしが香る焼きおにぎり。タッチパネル9話で、お、美味しそう。しようかな。美味しそうのがいっぱいある。ちょっとね、ビビンバ3番だけに安いです。あれ、おお、こんな感じです。わあ、いいね。おにぎり、こんなんです。よし、買いましたね。石焼きビビンバ見てください、ね、この冷凍でもうチンしたらすぐいける感じなのかな。これが580円で、これがなんかアナゴのだし香る焼きおにぎり、250円、ね、エブリさんのこの格安、ね、プライスでの自販機、すごい楽しみですね。ちょっとね、これから家に帰ります。袋から出してレンジでチン。されたらどうなるのか。じゃあちょっとこちらを入れてみようかなと思います。すごい匂いです。はい、というわけで出来上がりました。ちょっとね、ぺっちゃんこなんで修正していこうかなと思います。こんな感じです。かき混ぜます。こういうので、ね、ちょっと火がね、熱がね、通りにくかったりするんで、一回、ね、こうやってかき混ぜて、もう一回チンするといいかもしれないんですけど、ね、かなり熱くて、曇っております。こんな感じです。まあね、お好みでいろいろね、トッピングしていただけたらなと思いますけど。
まあ、こんな感じだということです。穴子だしの焼きおにぎりをいただこうかなと思います。ちょっとねスプーンで失礼します。こんな感じです。ちょっと匂いを、お、確かにあの穴子の香りがいたしますね。ちょっといただきます。うん、あのお吸い物と食べたくなるような焼きおにぎりで飽きない味ですね。でちょっとね柚子胡椒とかかけたらまたさらに美味しいかなと思います。うん、うまいです。ちょっとね面白みがあっていいかなと、飽きない味ですね。うんうん、美味しいです。で続いてはビビンバ、石焼きビビンバいただこうかなと思います。いい香りがします。いただきます。しっかり味が効いてますね。うまいですね。冷凍食品ってちょっと抵抗があったんですけど、ビビンバ程よい味で、うん、なんかねちょっとお酒が飲みたくなりますね。お子さんでも全然いいかなと思います。ちょっとねあのキムチが辛いのかなと思ったんですけど、全然辛くないですね。食べやすいですね。ペチャーンとしてたのがねこんなに美味しい。一旦チンしてあげて、でそこからねスプーンでほぐしてあげてもう一回チンするのが、コツかなと思います。うん、というわけでね今回こういう感じで、お送りいたしました。本来はね従業員のために低プライスで置いてるようですけど、まあなんか普通にね一般の方もご利用くださいっていう書いてありましたね。いやすごい美味しかったです。普通にねエブリさんの店舗の前にとか置いたらもうこれはもう最強かなと思います。24時間ね買うことができるので、またねタイミング見つけてちょっと買ってみようかなと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。